ドーンとコンチェックしてみよう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。もう結構走ってらっしゃるらしいですけど、お名前とどちらからいらっしゃったか教えてください。千葉から参りました。千葉、山下と申します。千葉どちらですか。千葉、阿鼻子です。あ、阿鼻子だとね、結構走ってらっしゃる方多い。はい、ちょっと太りすぎちゃったんで、走ってやっちゃうかな。ダイエットね。でも全然今平気ですよね。ちょっと今、目標体重よりは増えちゃってるんですけど、また今年絞りますので。なるほどね。まあ、今日は足のトラブルとかっていうのは特にはないですか。足はない、今のところないですね。そうですか。はい、じゃあフルにつながるようなホームチェックさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、山下さんの修正前のフォームを見てみましょう。とても力強い走りですね。でも主に足の力に頼ったフォームになっています。このままでは長い距離を走った時すぐ疲れやすく、足の筋肉も痛めてしまいそうです。また猫背で走っているので、骨盤が後ろに傾いた状態、つまり後傾してしまっています。これでは体重移動がスムースに行えませんね。次は正面と背後から見た普段のフォームを見てみましょう。右と左で腕振りに差があることがわかるでしょうか。左の腕振りが右よりも少し弱いようですね。また腕振りのポイントである肩甲骨が動いていないので、下半身とうまく連動していきません。こうしたところをワークアウトできちんと修正していきますよ。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。岩さんね、力強い走りが、はい、あ、ありがとうございます。力強いんですけど、はい、まあ典型的な、はい、ちょっと猫背で、ご自身がどういうぐらい時間かかるか分かりませんけど、はい、猫背でちょっと腰が落ちていて、はい、で蹴りが強い走りっていうね、はい、そんな感じなんですよ。一つずつね、直していけばね、はい、もっと楽に走れると思うので、はい、まずこういう動作をしてみてください。こう、この時にゆっくり下ろしたら、ここでもっとギューってこうやって止めましょうか。はい、はい、上げてください。上げて、あ、ゆっくりギュー、そうそうそう、はい、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろす、そうそうそう、今ね、肩甲骨動いてますからね、そうそうそう、そうそうそう、今ここ意識少しできますよね。はい、ちょっとね、胸を開くイメージです。肩甲骨を引き寄せる、2つの肩甲骨を引き寄せるイメージで胸を開くと、これがね、正しい姿勢なんです。はい、じゃあこれでね、腕振ってみましょう。少しこの状態で、はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、腕振りというのは肩甲骨をこうやって動かすのが目的なんで、背中を動かすんですね。こういう風に振ってみてください。こういう風に後ろに、そう、違う、肩甲骨を動かしながら腕に後ろに振って、もっと後ろにキュッキュッキュッと振ってみてください。そう、1、2、1、2、1、2、1、2、これで自然に足前に出るでしょ、はい、骨盤から。これがね、正しい腕振りのポイントなんです。もっとリズミカルにやってください。1、2、1、2、1、もっと引いて、後ろに引いて、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、これでまずね、歩く練習しましょうか。はい、これでまっすぐ歩いてみてください。はい、もっと背中を動かして、そうそうそう、もっとね、後ろにこう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 後ろに引きます。前に持っていってますもん、腕を前に持ってこない、後ろに引くだけ、後ろに引くだけ、こうやって、そう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 、その方が引きやすい、そうそうそう、あ、できたできた。はい、じゃあ手のひら後ろに向けたまま、手を伸ばしたまま腕振りの練習、その場で、よし、そのぐらい左に動かして、はい、いいじゃん、いいですよ、一回休んで、でその場で軽くもう一回走る時の腕振りやってみて、走る時って今のイメージで走る時の、そう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 、このぐらい振るんですよ、後ろに。はい、普段こういう風にやってないでしょ、あんまり。はい、うん、OK、 はい、じゃあ次はですね、下半身と連動させますので、こういうツイスト運動、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、これやってください。あ、すいません。はい、足をこう移動させたらダメだ、はい、軸を作んなきゃいけないので、その場で、その場で、その場で
腕曲げても伸ばしてもいいです。そう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 、左は弱いですね、まず左が。そう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 、あ、できるようになった、できるようになった。はい、いいでしょう。ちょっと休んでください。一回体の力抜いてリセット。これがね、今ツイスト運動やってると、これ走る運動そのものですからね。走るときってこうならないでしょ、こうやって走るでしょ、はい、これがまず早くできるようになってから走れる。あー、だいぶできた、だいぶできた、うまくなった、うまくなった、よし、いいでしょう。はい、ちょっとだけ今走りましょう、後ろで。おー、いいですね、いいですね。肘を後ろに引いて引いて引いて、そう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 、はい、OK、かなり良くなりました。まずあれですね、これができるんですけど、はい、で、今さっきの元々の走りだとどうしても猫背で腕を前で振ってたので骨盤動かないじゃないですか、はい、で前に進もうとした時に頭だけ前に来て、ですごい後ろに蹴り上げてる、はい、今のはもう全然蹴り上げてなくて、ちゃんと肘が後ろに引けて骨盤が動くので蹴らなくても前に進むわけです、こうやって、はい、それができるようになったので、あとポイント一つは、はい、まだ体よりちょっと前で足をついてるので、はい、自分の体の真下に足を着地します。その前にちょっとジャンプしましょう、軽く、かがついて、かかとついてジャンプして、で片足ずつに変えてください、片足ジャンプ、片足で交互、1、2、1、2、2、今真下についてますよね、はい、うん、このぐらいのポイントですよ。で、はい、前に、はい、進みます、はい、進んでください、うん、そう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 、オッケー、オッケー、はい、わかりました。足のつくポイント、あんまり足を前に出さない方がいい、出さない、そんなに、はい。さて、ワークアウトの効果は出ているでしょうか。山下さんの修正後のフォームを見てみましょう。随分と猫背が解消されました。スーッと伸びた姿勢に変わってますよ。左右の腕振りのバランスもぐんと良くなりましたね。正面から見るとどうでしょうか。肩甲骨がしっかり動くようになりました。左右の腕がバランスよく動いていることも分かりますね。肩甲骨の動きに伴い骨盤がよく動くようになったので下半身との連動がうまく取れています。ツイストのワークアウトも効果があったようです。フォーム修正の前後で変化を比較してみましょう。腹筋にしっかり力の入った正しい前傾姿勢が維持できています。骨盤もよく動いているので足だけの力で走るのではなく自然と前に体が進む体重移動ができています。上半身と下半身が連動して足を蹴り上げるような走りからすっかり生まれ変わりました。山下さん、ぜひフルマラソンにチャレンジしてみてください。その時のタイムが楽しみです。